い、よーい、はい。ごめん、助かる。なんの、なんの。ありがとう。ちょっと顔落としてくれ。うん。はい、カット。はい、カット。はい、よーい、はい。あー、ごめん、助かる。なんの、なんの。ありがとう。ちょっと顔洗ってくれ。うん。鍋キューブ、任せた。はい、カット。はい、これどこだっけ、はい、鶏塩鍋？ピンポーン。やったうまい、うん、美味しいな。はい、カット。はい、うめえ。ダブルうまい。おいしいね。はい、カット。はい、カット。いやー、全部おいしいんですけど、強いて言うなら旨辛キムチ。思ってた以上に本格的に辛かったんですよ。で、僕辛いの好きなんで、すごく気に入ったというか、なんか最初はやっぱこう辛いの苦手な方もいるから、多分これ実際自分が使うときは自分でこうちょっと辛さ足すんだろうなーなんて思ってたんですけど、全然もう本格的にちゃんと辛くてうま辛だったんで気に入っちゃって、はい、食べてました。家族で食べるときはやっぱり鶏だしうま塩とか白湯とか、やっぱ子供が食べれる味で、あと子供が食べれそうな具材がメインにやっぱなりますよね。で、仕事仲間とかはもう全然気にしないんで、もう辛いの行こうよとか、あとは何ですかね、まあ、本当に自分がただただ単純に食べたいものを食べれる時ってやっぱそっちなんで、はい、鍋は作るんですよ。鍋はというか、自分結構こう体重コントロールしなきゃなとかいう時、例えば夜ちょっと小腹が空いたとかいう時は大体鍋か湯豆腐作るんで、まあ切って入れるだけっていう、まあ、それしかできないっていうのが大いに影響してるんですけど、さっき食べながら普通にラーメンとかお蕎麦とかをこれでやっても美味しいんだろうなっていうのは、キムチのやつとかもうどんとかも絶対合うだろうしっていうのは普通に考えてました。僕自身ですね、鍋すごく大好きですし、美味しくて簡単で栄養があっていろんな味が楽しめて、そしてみんなでワイワイ食べれるということで、これからもこう自分の中ではこう鍋最強説を唱え続けていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんも、鍋キューブで美味しく鍋をみんなでワイワイ食べてほしいです。 CM もよろしくお願いします。ごめん、助かる。なんのなんの。鍋キューブ任せた。鶏塩鍋ピンポーン。キューブから溢れ出す鶏だしのうめぇ、うまいつゆ溶け出す鍋キューブ味の素。うわ、どっちだ、迷うな。これ両方食べればいいじゃん。鍋キューブダブル濃厚白湯とうま辛キムチ、キューブから溢れ出る濃厚なダブル、うめぇ、うまいつゆ溶け出す鍋キューブ味の素。